もう限界の兄、弟は明日お休みなのに、俺だけ語学学校、疲れた。疲れてないの、シーシー。うん、疲れてない。すげえ。昨日もさ、映画見てたじゃん。見てたじゃん。トランスフォーマー。うん、で、シーシーもう寝る時間だから寝なって言ってグズグズしてたんだけど、お布団に入って5秒で寝た。5秒すげえな。もうニーニー死んでる。ニーニー疲れたね。よしよし。だってさ、まずさ、電車の中で一人ぼっちそっから始まったもん。そっから精神的に病んだね。いや今日さ、旧正月でさ、みんなお休みだからさ、人が多いね。師匠学校休みだからね。ねえ、師匠明日も休み。明日までも休み。いっぱい休み。明日までお休み。うん。うん。ニーニー明日語学学校だよ。ニーニー明日語学学校。何時かな。明日？明日早起きだな。